皆さんこんにちは、俳優チューバーの大川圭吾です。実は僕サイコクルーというグループの YouTube チャンネルを持ってるんですけれども、今回はそのメンバーが遊びに来てくれました。イエーイ、お邪魔します。ルバです。スジです。ケイゴです。サイコクルーでーす。ということで今回はキリはルイ・ヴィトンでお買い物、牛丼早食い対決をしていきたいと思います。実はですね、まだ集合時間の30分前なんですけれども、ルパンにだけ先に来てもらいました。なぜかと言いますと、宇治の牛丼にデスソースを入れるからじゃ。イエーイ。ということで宇治に激辛牛丼を食べさせてヴィトンでお買い物させたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。になりました。なんと宇治がキムチを食べれないということです。なんでキムチ入れたの？質素かなと思って、チーズかキムチで迷ったんですよ。早食いといえども美味しさも大事じゃん。美味しくなくなると思ってんねん俺。でも逆にいいファンデじゃない？だからさっき余裕で勝てるんだ言ってたじゃん。だってキャシャ2人やから体格でフェアじゃないんだから。知らねえし。ルール決めようよ、全部飲み込むまでね。でご飯も一粒も残しちゃダメ。水はなしでいきます。飲み物はなしでしょ。男らしい。流し込みはだよ。流し込めない。それでは負けたらヴィトンでお買い物、牛丼早食い対決、よーいスタート。いただきます。うまっ。早く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 。水いりますよこれ。ほんまに水飲まして。流し込まへんから、流し込まへんからもうないねん今口の中にも。だから水を飲ましてくれ。頼むだ頼むだ。だから今ないから、水を飲ませてくれ。辛すぎて無理なの。そんなキムチ食えないんですか？俺のだけさ、だってさ、色おかしないこれ、ほらこれずっと全然余裕じゃないですか。やらせっか、これやらせちゃうわ、これ。あーもうマジで無理、これ辛すぎて無理、ほんまに無理やん。ごちそうさまでした。完食しました。でしても、もうなかったんですか。いや説明してよ。まあもう見てくれてる方分かってます。だって僕ら事前に動画撮ってるんで今日入り時間遅かったのそれです。認めへんよ。この辺めっちゃ痛いね今。辛いのダメって言ったやん。言ってないっけ。辛いじゃなくて痛いじゃないですか。痛いとかじゃないね。辛い。どの辺で気づいた？最初いけんなって思ったもん。俺やべえと思って。ただ徐々に違うなって分かってくるのよ。二人のご飯が思ってるより白い。結構入れすぎたの。本当にチキンライスみたいになっちゃって。新メンバーなんですよ宇治は。だからね、洗礼を受けさせようと思って。苦いとかやったら俺食べれんのよ。辛いはほんまにあかんねん。でも最初いただきますする前に文句なしって言いましたよね。負けたのにそういうこと言うのってあれっすよ。そういうことやったらちょっと食ってみ。本当に入ってんのかどうか食べてみてや。それで判断しよう。あーダメだこれ。ダメだ。ほらほら、俺は激辛麺 vs 酢うどんって企画でこのソース入れまくって食べてるから、つるっといけるのとこの噛み締めながらちょっと。いやもう俺は食べないって決めた。食べ、食べないって決めたから。はい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 、食べます。よく食えたね。でもこれほらほら、よし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 、いいよいいよ。勢いはすごい買う。これはもうほんま、おい汚ねえよ。おい、まあいいわ、伝わった。俺は最初2人が同じものを食べてると思ってるから、2人がなってないのに俺がやったら大げさやなって思うから頑張って我慢してたのに違うの食っと。何平成な感じで見てんの。熱くないからペンショーがいる。いるか。頑張れ、ラスト一口。頑張れ頑張れ。おおすげえ。ちゃんと食べたの男だ、そこだ。ですがビリは無事だったので、これからルイ・ヴィトンでお買い物行きたいと思います。行ってみよう。
ろ痛まへんのか。ルイヴィトンでお買い物の動画なんですけれども、僕らのチャンネルサイコクルーで投稿させていただきますので、概要欄の URL から見に行ってみてください。それでは今回もご視聴していただきありがとうございました。また次回も楽しみにしていてください。それではバイバーイ。バイバーイ。あれー。